東口きみさらずタワーより駅周辺を望む木更津駅は千葉県木更津市富士見一丁目にある東日本旅客鉄道の駅である内房線を所属線としており当駅起点のくるり線を加えた2路線が乗り入れている特急さざ波なども含め当駅を通る旅客列車はすべて停車する島式ホーム2面4線を有する地上駅である機密寄りに引き上げ線 2番線と3番線の間に対比線があるほか、電車用留置線4本、自動車用留置線4本など、多数の側線が敷かれ、幕張車両センター、木更津発出、木更津運輸区が置かれる、くるり線で運用される、キハイ1 3 0系機動車のほか、夜間には内房線で運用される電車が留置されている。君津駅当駅間は内房線で、 最も距離が長い区間である。乗り場は1から3番線が内房線に4番線がくるり線に割り当てられている。なお、4番線には下線がないため、電車の進入は不可能である。京城駅舎を持ち、東西に出口がある。西口には京城駅舎とは別に3階建ての駅舎があるが、この駅舎は駅長事務室などが3階に入居しているほかは、 駅舎の機能がほとんどなく、店舗が2軒と、京上駅舎への階段があるのみである。京上駅舎からホームと連絡するエレベーターは2005年12月に3.4番線ホーム、続いて1.2番線ホームに設置された。また、2007年12月に3.4番線ホームから、2008年1月に1.2番線ホームと、コンコースを連絡する、上りエスカレーターが設置された。 2008年12月に各ホームに待合室が設置され、2009年3月には各ホーム改札口に発車票が設置された。直営駅で緑の窓口、自動券売機、指定席券売機、自動改札機、自動生産機、ビューアルトが設置されている。駅連タカー業務も行っている。また、管理駅として、内房線の長浦駅、袖ヶ浦駅、 岩根駅を管理している。クルリ線の線内各駅はスイカに対応していないが、休日を出かけヘパスは、全線が利用可能エリアに含まれる。ちなみに、内房線内のかつてのホリデーパスのフリーエリアは当駅までであってクルリ線はエリア外だった。発車メロディは2004年10月16日から、木更津市の職員が編曲した、少女寺の狸林が使用されている。 なお、4番線の発車メロディについては、ワンマン化後も、駅員の操作で流されていたが、現在は、定期列車では流れない。2番線は、当駅始発列車及び一部列車が、使用する。立山方面からの折り返し列車は、2番線到着と、3番線に逆方向侵入での到着の2パターンがある。参考資料、JR 東日本全線、決定版、鉄道地図帳第4巻。 水戸、千葉支社管内編、学研2010年3月主な駅弁は、下記の通りであったが、2017年3月31日を、もって売店は閉店した。2018年度の1日平均乗車人員は13,846人で、ある、内房線内の途中駅では、5位駅に次いで2番目に多い、JR 東日本及び、千葉県東経年館によると、 近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り、当駅最寄りの中学校、高等学校が多く、朝夕は多くの学生が利用する。スクールバスは、清和大学、木更津総合高等学校、行政国際中学校、高等学校、拓殖大学紅れない三崎高等学校、私学館中等部、高等部がそれぞれ専用のバスターミナルから運行されている。 周辺の道路大田山口スパークルシティ、木更津目が特地木更津港、周辺小城時発着路線の詳細については、運行各社のウェブサイト、または、市内公共交通などを参照。日東交通、小港鉄道、京浜急行バス、川崎鶴見臨港バス、東京米サービス、東京空港交通によって運行されている。新タウン八幡ニュータウン行きは、早朝、 夜間、土休日は、秘密中央病院を経由しない、イオンタウン、木更津朝日の無料シャトルバスは、行政国際学園スクールバス乗り場付近の専用バス停に発着する、日東交通、小湊鉄道、鴨川日東バス、京成バス、小田急シティバス、神奈川中央交通東、東急トランセによって運行されている、2013年8月12日に、 バスロータリーの改修工事に伴い一部路線の乗り場が変更。さらに同年11月には電子看板方式を採用した公共案内看板が設置され、同年12月に整備が完了した。東日本旅客鉄道内房線快速袖が浦駅木更津駅、君密駅、通勤快速、快速、普通岩根駅木更津駅、君密駅、くるり線、木更津駅、儀温駅出店。 編集広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集 JR 東日本の2000年度以降の乗車人員千葉県統計年間、ありがとうございます。